私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。十文字中学校3年高橋アル選手、今年9月にカタールで行われた16歳以下のアジア選手権大会男子バスケットボールで日本代表として活躍しました。バスケットはいつから始めたんですか？バスケット自体は小学校2年生から始めました。きっかけは祖父の家で、うん、バスケットの試合を見ていて、それでちょっとやってみたいなっていうちょっとした好奇心というか、それで始めました。見てた試合っていうのは覚えてますか？NBA の試合を見てて、そこで確かゴールデンステートウォリアーズっていうチームがあるんですけど、その試合を見てた記憶があります。おー、ステファン・カリーだ。はい。ああ、大丈夫、おじさんね、バスケ結構詳しいからね、いろいろ大丈夫や、全然大丈夫、それは。で、まあ、カリーを見て、はい、実は今得意なプレーっていうのがスリーポイントです。自分は得点を取る方のプレーなので、うん、やっぱり身長を生かしたドライブだったりとか、そこでディフェンスがやってきたらしっかり外にパスをするっていうところが自分の得意なプレーではあるかなと思います。秋田でプレーしている十文字中学校、むしろアカデミーと代表でプレーしているのと、やっぱなんか大きな違い、行ってみて違いって何かありますか？大きな違いはやっぱり力強さは全然違うと思います。コンタクト1個がこうコンパクトというか、ちょっとした時間でもすごい吹き飛ばされるような感覚があって、めちゃめちゃ力を入れてるとかそういう感じはないんですけど、自分の感覚的にこう秋田県内だとやったことないこの体の当て方というか、そういうところが全然違うかなっていうふうに思います。今後どんなプレイヤーになっていきたいですか？自分のポジションがシューターとかそういうところであるので、今日本代表で活躍されている富永啓生さんとか、そういうふうな勝負どころでしっかり決めきれるようなそういう選手になりたいと思います。どこの国で、どこの地域でプレーしたいとかありますか？自分はやっぱり地元で絶対プレーしたいっていうのはあって、それまでの過程でいろんな、ところのチームで経験を積んで、それ最後はやっぱり地元に還元したいなっていうふうに今は考えます。最後にですね、高橋君に聞きたいと思います。スポーツの力とは？スポーツの力とは人の心を動かすことができる原動力だと思います。スポーツの力。